皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するカップ麺は日清のどん兵衛東西だし比べ天ぷらそばです。東は本ガツオとソーダガツオのダブルだしでコクと深みのあるつゆ、西は本ガツオと昆布のダブルだしで華やぐ旨味のあるつゆ。日清のどん兵衛は1976年の発売以来、幅広い層のお客様にご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。うどんやそばには歴史的に東西で味の趣向に違いがあることから、どん兵衛は全国展開のカップ麺としては初めて地域別に味を分けて発売し、現在も東日本向けと西日本向けの商品を販売しています。さらにお客様の趣向の変化を携えながら、麺、つゆ、具材のリニューアルを重ね、時代とともに進化してきました。今回東西それぞれの出汁の違いを全国の皆様に体験していただくために、天ぷらそばの東日本向け西日本向け商品が東西出汁比べとして期間限定で全国発売されました。東日本向けのどん兵衛は本ガツオとソーダガツオのダブル出汁でコクと旨味を感じられる色濃いつゆと赤唐辛子を効かせた彩り七味が特徴です。西日本向けのどん兵衛は本ガツオと昆布のダブル出汁で豊かな香りと後引く旨味を感じられる淡い色のつゆと和山椒を効かせた彩り七味が特徴です。パッケージにはテレビ CM でおなじみの吉岡里帆さん扮するどんぎつねが登場し、東日本、西日本それぞれの言葉で味の好みを問いかける様子をデザインしました。商品特徴、日清のどん兵衛天ぷらそばだし比べ東、麺、まっすぐですすり心地の良いそば、つゆ、本ガツオとソーダガツオのダブルだしと丸大豆醤油が調和したコクと旨味を感じる味わい深いそばつゆ、具材、後のせサクサクの天ぷら、ネギ、別添え、赤唐辛子を効かせた風味華やぐ彩り七味。日清のどん兵衛天ぷらそばだし比べ西、麺、まっすぐですすり心地の良いそば、つゆ、本ガツオと昆布のダブルだしと丸大豆醤油が上品に調和しただしのうまみが後を引く味わい深いそばつゆ、具材、後のせサクサクの天ぷら、ネギ、別添え、和山椒を効かせた風味華やぐ彩り七味。食べてみた感想、日清のどん兵衛天ぷらそばだし比べ東、つゆはだしの効いた和風醤油味、濃いめの味付けですがしょっぱすぎることはないですね。麺はストレートですすりやすいそば麺、やや濃い味によく合います。そして具材のメインはサクサクの天ぷら、後乗せにすることによって型崩れのない完璧な形で残るのでサクッとした食感が長く楽しめますね。全体的には濃いめ醤油味、和風だし味にまとまっています。関東人の私にはしっくりとくる美味しさですね。七味のピリッとしたアクセントも嬉しい粋な一杯でした。日清のどん兵衛天ぷらそばだし比べ西、つゆはさっぱりとしていながらもしっかりとだしの味を感じる和風つゆ、薄めの味付けで飲みやすいですね。麺はまっすぐでスルスルとすすれる細麺、薄味のつゆにもよく合っていますね。そして具材のメインはこちらもサクサクの天ぷら、まるでおせんべいのように香ばしい風味が広がっています。全体的にはやや薄めの和風醤油味にまとまっていますが、決して味気ないことはなく深い出汁の味わいが伝わってくる上品な美味しさですね。東西それぞれの良さを持ったどん兵衛天ぷらそば、どちらの味文化も大切にしたいですね。東は本ガツオとソーダガツオのダブル出汁でコクと深みのあるつゆ、西は本ガツオと昆布のダブル出汁で華やぐ旨味のあるつゆ。
本日は日清のどん兵衛東西だし比べ天ぷらそばを紹介しました。田中えみりでした。